極真世界王者エベルトン・テイシェイラ。さあそのテイシェイラが極真に続いてこの K のリングでも頂点に立とうとしている。目標はワールドグランプリ制覇です。前田選手も出てくる、パンチで攻めてくると思いますから、はい、立ててくる。内側右、その通りです。前田サイドはパンチで勝負です。パンチで勝負、はい、打ち合いならば負けないとかだった前田圭司の右から左右、一気にスピードがチェンジした。一気にスピードアップ、ギアチェンジを放した前田圭司郎。さあこのスピードの変化にテイシェイラがついていけるかどうか。左フック、そしてサイドパンチ。圭司郎選手のパンチ良かったですね。いいですね、一発に入りましたね。一発左フックから、そして連打を放っていきました前田圭司郎。あのテイシェイラは綺麗でどん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 この打ち合いの時に出した方がいいですね。そうですね、しかし、あまり距離が縮まりますとテイシェイラの蹴りの距離ではなくなります。左、スピードがありますね前田選手は。そして前田圭司郎ともにスピードがある。左のジャブを放っていくテイシェイラ。さあどちらが出る、どちらも前に出始めた。さあこうなると距離が縮まる。そうなれば前田圭司郎の距離か。さあ右だ、前田圭司郎いきなりのジャパングランプリ制覇か、このラウンドを取れば夢をつかめる。さあ森田さん、はい、近くなってきましたね。前田選手らしい戦いですね。なってきましたね、うん、左から右、あのマイティを僕出し、そして日本のエース武蔵を僕出した前田圭司郎。大金星なるかジャパングランプリトーナメント。左から右、バカも右、残りが1分30、テイシェイラ応戦なるか。三宅さん、はい、極真の選手がねたくさん見つめてるんですけど、みんな声を失っています。失ってる。さあ先ほどフランシスコ・フィリオもじっとリングを見つめていた。左のボディから右、テイシェイラも懸命に手数を返す。連打がねやっぱり圭司郎選手いいですよね。一気にまとめますね。左のミドルキック、前田圭司郎。日本の牙城はこの22歳の若者に託された。さあまた行く前田圭司郎。テイシェイラパンチを出せるか、右ストレート前田。さあ前田が出る、右を返すテイシェイラ。ちょっと蹴りに力がなくなってきたか、テイシェイラ左、右から左、またも前田圭司郎のパンチだ。さあいきなりの、いきなりのワンナイトドリーム。簡単うまいですね、簡単うまいですね。そしてスタミナがあります。ボディ左、さあテイシェイラも出る、ミドルから膝、テイシェイラ懸命の応戦。史上最強といわれる極真世界の残り30、極真の意地魂を見せる前に出るテイシェイラ。さあ日本の意地、前田圭司郎、武蔵を破った新しきエース前田圭司郎が応戦する。非常に難しい戦いになる。非常に難しいですね。このいやテイシェイラも頑張ってますよね。本当ですね、難しいですね。こんなところで負けたくないし、テイシェイラにはまだまだ先、この先の夢があります。右ストレート、ここで取ってファイナルラウンドが終了です。さあ果たしてこの3ラウンドで決着がついたかどうか。微妙ですね、これは難しい。すごい、前田健作会長の表情は緩んでいません。もしかするとまだ次があるぞ、うん、そんな指示があったのかもしれませんが、ただ今ガッツポーズ出たのは前田会長でした、あそうですか。これまでの2試合同様、前田健作会長終わった瞬間どうやらガッツポーズを繰り出したようですが、エベルトン・テイシェイラ史上最強の極真世界王者。右のフック、最後はしかしノリカさん出てきましたね、テイシェイラ来ましたね、ああ確かに、いやアキちゃん、この前田会長がね、はい、どんな思いでこの前田圭司郎を送り出してるかね。三宅さん今ね、今の第3ラウンドを見てて、でモニターに映ってたじゃないですか、はい、2人で、ね、話し合ってね、アッパーも入るなと。ああなるほど、次のラウンドあったら今度はアッパーも狙っていくという話し合いをもうすでにしてました。さあ判定です。ジャッジ三岡は30対29、差が開いた、青テイシェイラ、テイシェイラ、ジャッジ友達30対29、どっちだ、青テイシェイラ、テイシェイラだ。前田圭司郎頂点には届かず、3対0の判定、僅差ではありますが3対0の判定でエベルトン・テイシェイラジャパングランプリ制覇。やっぱりあれですね、あの1ラウンド2ラウンド消極的なやつが、逆にポイント取られましたね、これ、まあ、微妙なそのあたりの
形もあったのかもしれませんが、あの後半テイシェイラが最後ね、うん、パンチ繰り出していきました ね、 そうですね、あれも有効打に取られたんでしょうね、はい、いやエベルトンテイシェイラ極真から迫り来る新たな黒船がいよいよ K1 ワールドグランプリ開幕戦に乗り込んできます。